先生に説教される先生。で、あるからして。いや、昨日さ。うわ、おもろー。この前ね。昨日の配信でさ。いや、今喋ったら生徒指導の先生怒られるっしょ。みんな喋ってるし大丈夫。ていうか、怒られても余裕。こいつ、すでに妖怪超えてヤンキーだ。俺ら誰だ。今喋ったやつ外出ろ。お前らか。お前らだけか。いや、メガネのやつもうるさかったよな。メガネだって目やったら終了だろ、これ。最近の僕なら目ぐらい合わせれるけど。目合わせれる？おい、もう進化しすぎだろ。最近の僕なら。オフアイコンタクト。どうだってか。メガネのやつだ？ガチヤバいよ、どうするべきか分かってる。おい、お前か、メガネ。え？あ、いや、お。これ、伊達です。でも一番うるさかったのは、後ろの方の太ってるやつだよな。後ろの方で太ってるのってもう君しかいないよ。お前か。もう太り。校長先生のお話の最中にな、学校の規律を乱すようなことして分かってんのか。ちゃんと怒られてる。くそ、マジそ。ういふてくそ。怒られた時ふてふてしいタイプだよ。朝礼中にツイッター保存ランキングだ。何の規律乱してんだよ。なあ、お前は。先生怒られてる。え、マジ？これ説教中だろ。お前のな。今は自分のことだろ。生徒の前で説教されるとかはずすぎ。きついな、あれ。あ、いいんだ、他人の先生、自分のクラスのやつなんで、あとは自分が叱っときます。作戦変えた。自分で自分を叱るって言い出したよ。はぁ、任してください。何言ってんだお前。何言ってんだ俺は。おい、珍しそうに見てるけど、お前らも一緒だからな。めちゃくちゃ反抗してる。しかも先生が見てない時だけいけるクソダセタイプだ。ドサすぎ、おつ。おい、お前今笑ってたな。縁なしメガネ交代だ。お前怖い。お前あっち行け。くっそ、あいつ戦闘となれば人ひねりだ。怒られた時中二病みたいな感じなんだ。俺の怒りが沸点に達したらヤバいぞ。沸点。おい、静かに待ってろよバカ。バカ二度目。二度目沸点いつ来るんだろう。残り98回。ちゃんと沸点100度。おい、お前ら罰として両手上げて5分数えろ。体罰だろ。1、2、あれ数えないのか。心拍数で数えてる。あ、キモ。でもそれってなんかズルというか不正でできそうじゃない。いや、ちょうど1秒に1回ぐらいで授業で教えただろ。あ、そっか。俺は成人病で高速だけど不正脈。おら、あ、まだ喋ってんのか。お、5分経った。ビビって心拍数上がってる。お前ら来い、分からせてやる。もっと怒られるかも。あ、任せろ。ここは俺のユーモアで一気に和ませる。ユーモア。いや先生、今日怒りすぎでしょ。もしかして今日生理ですか。なんちゃ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。ポチリストラインスタンプ好評発売中。